こんにちは。今日は寒いですね。本日は大変寒いございまして、ちょっとあの目が本当に最近乾いて乾いてね、横から派です。まあ、なんかこういう私先端恐怖症だからさ、こうが無理なのそう、先端恐怖症だから、このあのこのこの突起、突起というかこのこっからこう来るのが本当にね、もう無理ですね無理ですね。私のを私を養う覚悟はあるんですか部屋から出れない。何福岡ほぐってるよ。こっちめっちゃ雪降ってる。住田次郎さん、青森のあきらさん、プレゼントありがとうございます。チェーンソーマン、私はチェーンソーマン友達に勧められてんだけどさ、あの結構あのグロいのちょっと無理だから、グロいの無理って言われて、あちょっとグロいの無理だね、あじゃあ無理かもしれないあじゃあ無理だわって言って見てないんですけど、みんななんかすっごいチェーンソーマンで盛り上がってるから私も見ようかななんて。そうだよね、うち人が亡くなるのがあんまり好きじゃないから、そう。でもあのこの前今和の 国のアリスシーズン2がね始まりましたけど、今和の国のアリスってあれですよ、あのあれですよ、なんかね、あれ山崎賢人さんと土屋太鳳さんととかが主要キャストの方なんですけど、あとみじろうさんとか主要キャストなんですけど、そう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 、すごい面白いんだよね。あの人はちょっとあの
なんだっけ、ターミネーターのさ、あのレーザーみたいなやつ、みたいなやつあるじゃないですか。あれめっちゃ、私超トラウマなんですけど、あれターミネーターじゃない、ターミネーターかな、なんか線がビーってきてさ、シューンって入ってさ、ぐちょってなるやつあるじゃないですか。あれほんと嫌なんだけど、あれまではいかないけど、上からピーンってピーンってきて人が死ぬんてのやつがあるんで、私はそのシーンはちょっと嫌ですね。はい、そのシーンぐらいかな。あ、まあでもね、人の殺し合いというか、殺し合いじゃないけど、なんて言うんだろう、人間対なんかゲーマーの組織の人たちみたいな感じかな。そうそう、でもゲーマーの組織の人たちも操られた人間があの手下に使われてたりしてっていうね、本当にすごい結構ね、結構あれですね。何の話？今和の国のアリスの話してます。シーズン2がねありますけど、もう見れますけどね。そうだよって。でも今日なんと皆さん録画してますか？今日ですね、あのあれだよ、あれだよ、ホームアローン2があるんですよ。だからもう録画しちゃってるよ、絶対見れないから。9時からでしたっけ？ちょっとまだ見れないですね、見れないですね。なのき、録画をしました。療養中なので録画でき、あ、もはや逆に療養中だからテレビで見れると思う。21時違う、うん、確か9時ぐらいからあった気がする。ぜひ見てみて。私大好きなんですよ、絶対この時期に1回は見る。テレビすんの？うわーマジか、終わったじゃん。じゃあ親に録画してもらいな。おお、びっくりした。私はね録画してる。でもネタフリで見たい映画がいっぱいあるんですよ。てか23日じゃん、ちょっと待って、やばいじゃん。23日でしょ ?23、24、25、26、27。あと5日じゃん。ちょっとやっぽいじゃん。スラムダンク見てない。あのね、クリスマス映画私好きなんですよ、めっちゃ。そうそう、明日はお話し会だね。明日お話し会だよ。マイリストに、あ、違う、間違えた。初恋は、
これ私満島ひかりさんが好きなんですよ。だから見たいなって思ってる。ファーストラブ。けどその前に、私マイリストどこだ、またホリデーオンリーとかイルナターレとか、おーびっくりびっくり。あとね、カルテットも見返したいし、彼はサンタを信じているも見たいし、カンナちゃんが出てる映画、私もカンナさん、あのね、私あれをずっと見たいんですよね。どこ行った？あるる。ちょっとどうしたの？明日の土曜日入れて、あと2回土曜日来たら今年は早くない？今年じゃない、今日金曜日か。ちょっと感覚が狂って。そうなのよ。夜高も見たい。空をかける夜高。ノエルの日記とかも見たいし、明日はまたメリークリスマスとか、あのね、そうなんです。あ、え、とんかつ GC あげたろ、あるじゃん。あとそう、私な、その橋本環奈さんのバイオレットなんだっけな、バイオレットアクションじゃないみたいな、ちょっとなんだっけ、私のマイリストはどこよ。あ、バイオレンスアクションっていう橋本環奈さんが主役だけど、もうあのキャスト的にはもうあのあれですよ、キャスト的にはすごい豊かなおもろいメンツが揃って、橋本環奈さん、杉野これなんていうの、有名ですよ、ね、杉野さん、はい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 、杉野陽介さん、あと鈴鹿央士さん、馬場ふみかさん、森崎ウィンさん、これなんて言うんだろう、あと太田英二さんとかも出てます、ね、佐藤二朗さんも出てらっしゃるし、城田優さんとか岡村隆史さんとか。でも私さ、てっきり福田組かなと思ったんですけど違ったね。高橋克実さんも出る。ルトー一郎さん。これすごい。プレビューですごい惹かれて、おもろいと思って。今見たいなって思ってる。あと私、堀北真希さん好きなんですよ。だから県庁おもてなし課を見たいんだよね。で、見たいのマイリストがいっぱいありすぎて、ちょっとあのさすがに見ろよって話なんだけど、六本木クラスはなおちゃんのシーンだけ見た。あー、50回目のファーストキスも見たいな。私これもうめっちゃ泣きましたもんね、確か当時。ちょっとありすぎて紹介しきれない。オニオンナイトさん、クリスマスギフト、マネさんもギフト、
とレイモスさん、ありがとうございます。ダイハード、堀北真希さんマジで可愛いよね。しかも私堀北真希さんの演技も好きなんですけど、あとね、20代後半で潔くこう芸能界からペーンって引退されてるのもそこも好きです。あのね、私堀北真希さんのあのね、オールズ三丁目の夕日のにで堀北真希さんに惚れて、可愛いなって、でそっからね堀北真希さんの作品を見ようと思って多分マイリストに入れてたんだろうね。レミゼも見てないし、もう見なきゃじゃん。ごめんね青春も入れてる。ごめんね青春おもろいよ、おもろいよって、私これ多分じゃない、すごい泣きました。花より団子ファイナルもう入れてる。けど花より団子をまず見たことがないからさ、わかんないんだよね。県庁おもてなしか、49分だって。なんだって、49分だって。私なって、私何分から始めましたか。寒い、まあそんな寒くないんですけどね、寒いとか言っておきながら、私この下にもねちゃちゃちゃーんニット着てますし、この上にダウンも着ちゃいますし、なんならこの下の下にもヒートテックを着ている。31分、じゃあ15分のやつ出ましたかね。私ここに血管があるんだよね、見えますか。ここに血管があるからさ、これがクマみたいに見える。ここに見えあって。とだよ。とでいい。とやめてほしいわ。見えますか？皮膚が薄いのかな？ビエン。スパイファミリーも見なきゃ、見なきゃじゃん。私、あ、半沢さんも見なきゃじゃん。ゴシップガールはちょっとね、最近飽きてきたっていうか、まあ、シーズン1なんだけど、これシーズン8ぐらいまであるの。ちょっと長いわよ。寒いね。今日カイロでも買って帰ろうかと。違うわ、行くときに買っていこうかと思うんだけど、いらないかな、いる。で私思うんですよ、カイロ持っちゃうと寒いんじゃないかって。ここがあったかいからさ、寒く感じるんだよね。
バッテンだ。バッテンだ。ガッテンだみたいに言うじゃん。帰るね。今日だって寒いです。私が帰る時間帯2度とかよって書いてあったよ。2度とか1度じゃん。やばいじゃん。寒いよね。夜寒いね。夜寒いよね。ハルカイロ、製品に当たるはずがある。ドクターコトーを見たことある。あのね、オープニングだけ覚えてる。金の竜の背に乗る音楽流れてますよね。でもそれしか覚えてないんだよね。でもそれがすごく、その歌がめっちゃ好きで、もう超あれに頭に残ってる。その先生がちょっとだけ映るのと、なんか音楽がブワーって流れるやつだから見たいんだよね。私一からさ見たい昔のドラマめっちゃあるんだけど、本当に放送してほしい。ほんじゃ、ランキング読もうかな。今週の月曜日に実家に帰るんだけど、大学の3限目、オンラインに変わったから早めに帰れる。え、最高じゃん。寒いよね、今日。マジ、あの、でもね、私本当にこの、なんていうんですかね、寒い、まあ寒いのは本当に嫌なんだけど、もう真っさらな空みたいな、もう雲が全部ない空が本当に好きなんですよ。だから絶対今日さ、夕方の景色超綺麗じゃん。だし私お洗濯好きなんですよ。だからお洗濯ルンルンしちゃう。こういう日は寒いけど、でも寒いけどそれが逆にいい。あー冬だなーと思う。まだ序の口ですよね。さあ私も終わらねばならぬ。ポチッとするだけやん。お洗濯、私のお洗濯で柔軟剤をいつも変えるんですよ。柔軟剤が1、2、3、4、あとアロマビーズが2個。
柔軟剤ね、最近2個なくなったから、それも加えたらもう7個ぐらいあるんですよ。それを今日の気分とか明日の気分とか服の雰囲気に合わせてこう調合してでアルマビーズと調合して使ってます。ちなみに今日はですね、すっきりお晴れになられてるので毛布を洗おうと思って毛布を洗ってるんですけど、洗って干してるんですけど、なんていう、なんていうんですかね、なんていうんだろう、ね、イロカのね、なんとかブリーズ、水色のやつとイロカのホワイトリリー、イロカのリリーと水色のなんとかブリーズと、あとリラックスアロマビーズの白色のリラックスアロマビーズみたいなやつ入れてます。今日はめっちゃいい匂い。アリエルのジェルボールの香りがすごい。アリエルのジェルボールいい匂いするよね。わかる。私も使ってた。ピンクのやつ使ってた。ピンク。そっち側使う。ピンクのやつ使ってた。ピンクと青、どっちもいろいろ使ってました。じゃあランキングやります。あ、その前にお庭ナイトさん、アンネさん、ビアミさん、ベルちゃん会長さん、中村蓮くん。プレゼント、ギフトボックス、ありがとうございます。お姉さん、連動した。お、びっくりした。ありがとうございます。ソーリー。14時のタイマーじゃ。さあ、それだ。13位、キミユコさん。12位、大森さん。11位、3000位、なぎさん。10位、ココさん。9位、パロプンテさん。8位、カッパさん。7位、アツヨシさん。6位、ゆきひらさん、5位、あめさん、4位、ベルちゃん会長さん、みさんは、3位、スタッシさん、2位、オニオンナイトさん、1位、あめさん、みさが最高でした。ということで、本日の夜は多分ショールームはできないんですけれど、明日はですね、お話し会で7、8部、なんだっけ、あれ、サンタコスチュームを着るので、もしおしましで来てくださる方がいれば、そして明日も来てくださる方がいれば、明日そちらもお楽しみに。まあ、その前に私多分午前中にショールームすると思うので、よろしく頼みました。バイバーイ。ありがとうございました。こんな偏僻な時間に。ありがとう。良い週末、金曜日を。